代わっては資産税課から焼却資産の申告に関するお知らせです。資産税課の市川さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は焼却資産の申告についてのご案内ということですが、焼却資産とはどのようなものなのでしょうか。はい、固定資産税の課税対象となる焼却資産とは、土地・家屋以外の事業用に保有している資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要経費に算入されるものを言います。調布市内に焼却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在所有している資産について申告していただくことになります。なるほど、課税の元となる申告が必要ということですね。申告はいつまでにすればよろしいですか。はい、申告期限は2月1日となっていますので、お忘れないようお願いします。焼却資産の申告対象となる資産はどのようなものがありますか。はい、申告書に記載する資産については大きく分けて6種類に分類されます。1つ目は耕畜物です。耕畜物としての例は、屋外駐車場の舗装路面、庭園、門および塀などの外構工事、広告設備などが該当します。2つ目は機械および装置です。例として各種製造設備などの機械および装置、クレーンなどの建設機械、工場などにおける発電・変電設備、立体駐車場などの機械装置などが該当します。続いてはご覧のものが申告対象です。申告対象にならない資産はどのようなものがあるのでしょうか。はい、申告対象にならない資産は、自動車税、軽自動車税の対象となる車両、特許権、電話加入権、ソフトウェア等の無形減価償却資産、耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満で税務会計上固定資産として計上しない資産、取得価格が20万円未満で税務会計上3年間で一括償却している資産が該当します。申告書はどこで入手できますか。はい、申告書は調布市ホームページにてダウンロードできます。昨年度もご申告いただいた方にはすでに申告書を送付していますので、そちらをご利用ください。申告は電子申告も可能でしょうか。はい、インターネットから電子申告ができる L-TAX の利用も可能です。詳しくは一般社団法人地方税電子化協議会へお問い合わせください。最後に市民の皆さんにメッセージをお願いします。申告方法等については市のホームページに詳しく記載していますので、ご確認いただきますようお願いします。資産税課の市川さんにお話を伺いました。